名作ホラー映画の予告映像をシンメトリーで見てみよう。私、ホラー大好きでして、シンメトリーも大好きでして、じゃあこの二つを合わせればいいじゃないっていう安直な発想でやっていくわけなんですけど、今回見てく映像は、イットそれが見えたら終わりと、サダコ VS カヤコと、デスフォレスト恐怖の森。まあどれもこれも有名で、でもちょっと、まあなんていうの、ガチガチのホラーというよりかは、ちょっとネットで話題になったとか、若干ギャグに寄せた節はある。それでも全部怖いけどね。それでちょっといい感じのバランスを測っていこうかなっていうことで、見ていきましょう。イットからいきますね。数回回数が、あ、ちょっと待って、こっからか。数回回数が、とにかく何かあるそうです。44時間です。おー、ロゴ違和感ないな。あんま予告もね、有名なシーン以外は覚えてない。初手からいかついな。やばいな。本来ホラーじゃないところがホラーになってしまうという醍醐味ありますよ、これ。おー、ジョージ。こいつ、ジョージは本当に有名になったよな。ネットなんで。うわ、トラップすぎだろ、それはさすがに。追ってくんだよな。あ、予告ってあれ、例のシーン全部やるんだっけ？排水溝に入っちゃってっていう。ああ。排水溝入ったところから消えたけどな、今な。ああ、来た。痛いわ。俺気づけなかったな。キング史上。キング史上です。異変は起きてるね、確かにね。おぉ。やばいものが多発しているそうです。あ、行方不明者か。それね、子供だけがね、中心、子供中心に消えてくってか、子供だけか、消えてくのは。子供にしか見えないんだもんね。なかなかそれもな、面白い設定でもあるよね、普通にね。やばい。いや、屋敷はなかなか、うわ、あ、怖えって、怖いって、もうすでに。これ、ペニーワイズが一番小説ワンチャンありますよ、これ。子供だけの探検ね、ワクワクしますけども。ワクワクでもねえか、動機としては。別に。あ。あ、映っている。なんか目に見えない、今、真ん中のやつ。顔に見えたな。お。お、結構ちゃんと怖かったぞ。お。うおー、すげえ。謎の記号です。現れるぞ。文字結構怖くねえか。それが見えたら終わり。あ、映んないんだっけ、予告では。そっか。そこの、そこってぼかすんだっけ。おー。ジョージ怖っ。おー、来た！イットット、イットです。あー、でもペニーワイズってそっか、しっかり映んないんだっけ。そういうノリだったか。次、サダコビエスカヤコね。やっぱ少年が一番怖いけどね。まあでもやっぱ怖さは結構勝ってるかも。やっぱこの、ホラーにおいてこの、おお怖い。結構化けてる。この、文字化けがね、相性いいんだよね。読めな、全部が読めない。生き量領域は初よ。これね。すげえ、顔に見えた。おお、すごい。あそこ。ちょっとおしゃれな文字。うわぁ！呪われてますよ、もうすでに。だいぶ呪、うわぁ、怖っ。ね、ビビるとこ絶対おかしいんだよ。ここにいるのは、かやこ、としお。うん。何する気？どうやって私たちを助けてくれるの？はい、ね、助かんなすぎだろ、さすがにもう。来た。もう勝手に戦いすぎるよな、ほんとな。改めて見てもな。セット。ここに挟まれるってのもな。ほら、もう曲がもうな。おぉ。星尾は結構いい感じだな。風景してるよ。それしかないの。うん。それしかないな。あっちゃん、おぉ！サダコ、バーサス、カヤコ。カヤコ VS カヤコになってんだよな。
じゃあお前は誰なんだっていうね。いかついな、すべてがな。8118です。お、これあれか。映画特典か。何これ。なんか今ちゃんと目を殺しても分かんなかったよ。お前ら。で、最後デスフォレストね。あいつは。うん。おお。勝ってたまるかよ。あんなもん。第3弾。そっか、第3弾だったわ。なくなっちゃったのよ。おお。これはね、実は映画見たことないんですよね、私です。フォレストのゲームは知ってんだけどね、どんな感じになるんでしょうね。こうやって出てくるのよって予習だけなんかな。それ以外のやつだって出てくるのかな。おお、あの目のアップがさ、本当になんかもともと怖いやつなのか、シンメトリーで狂ってんのかわかんねえんだよな。そこの区別むずすぎるんだよな。人の名前今のは。俺が行くまで。王次郎。おわ。王次郎ちょっとやばくないですか。うん。おーおーいいね。森のの森の八。すっげー自然に読めたわ今。森のの森八だったな。あーはい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 。これね。あなんか。いや、これ多分予告映像で、実際その予告だからさ、めっちゃ怖いシーンとかって映さないと思うんだよ。そういうもんだと思うからさ、引きつけるためのもんだからさ。あーなんかね、馴染んじゃう。やっぱなんかね、元が明るい映像とかで、ね、そっちの方がね、馴染むというかね、なんて言えばいいのかね、親和性があるせいで、なんか、これ個人の主観なんだけど、すげえ中途半端になっちゃったかもしれん。なんかなぁ、なんか、あれ？なんか、どっちも、ホラーもギャグも欲しいってなったら、なんか中途半端になっちゃった。振り切った方が強いんだな。これ不思議、これ面白いことに、振り切ると、ギャグに振り切ると、ホラーもついてくるんだよね、シンメトリーって。これすごくないですか？で、ホラーに振り切っても、ギャグがついてくるんだよ。ああ、そっか。そういうことだったのか。なるほどね。これがシンメトリーの真相だったかもしれんね。振り切ると強い。そうなのか。なんか、ためになったな。本来ありえない感想。ためになったとかいうね、ありえない感想出てきちゃったけど。いやー、なんかね、バカ笑いするというよりか、なんかもう一種の研究材料としていいものになったかもしれんね、これね。ということで、ホラー映画の予告とシンメトリーを合わせると、なんか中途半端になるっていう結論にたどり着きました。そういう感じですので、まあ、次なんかやるときは、なんか振り切るわ。なんかの方向性に振り切ってやるんで、その時はまたよろしくお願いいたします。それでは以上、さようなら。結局どの道人間が一番怖いんだよね。